それでは続きまして11月5日火曜日、ごめん、嬉野アグリが新植物工場の記事です。三重県松阪市嬉野庭の省庁のミニトマト生産販売嬉野アグリは4日、 LED 照明を導入したミニトマトの新植物工場の完成式を開きました。建物は 1.2 ヘクタールで、 LED 照明のトマト栽培では国内最大となります。同社は平成26年から太陽光利用型植物工場2棟2ヘクタールでふさとりミニトマトの生産と販売を手掛けてきました。新工場は受注量の増加に対応するため約6億5000万円かけて建設しました。 LED 照明を取り入れ、光合成を促進する赤と青の色を使っています。天候不良時と冬季にも光量が確保でき、冬場の収穫量が 30〜40% 増加する見込みです。暖房には隣接する辻精油の食用油工場から出る温水や木質チップを燃やすバイオマスエネルギーの余剰蒸気を再利用しています。新工場で年間約400トン、既存の2棟と合わせ年間約900トンを出荷予定、40人を新たに雇用します。式典で辻康彦社長は、大型植物工場への LED 照明の導入は国内で初めて、夢だったと喜び、環境に優しい CO2 の発生しない仕組みがモデルとして完成した、全国に広がってほしいと挨拶しました。辻康彦社長は今年の2月に電子指定の ESG スクールの中でこう講演をいただきまして、タイトルが地域資源の活用と地域産業の共生という内容でございました。この講演の中で今回取り上げた嬉野アグリの新植物工場の紹介もされていまして、この度の完成おめでとうございます。天候にこう左右されずに安定供給するためには、こう農業を工業化したいと、そのために日本初の LED 照明導入に思い至ったとお話をされておりました。これ何でも一番が好きと熱くビジョンを語っていただいたことが思い出されますね。辻社長の講演は電子チーステーション第58回放送でご覧いただけます。この記事と合わせてご覧いただきますと、辻社長の思いがさらに伝わるのではないでしょうか。